公共電波でございます。はい。テレビが設置されましたら受信料が必要でございましてお伺いいたしております。ね、契約してないんだけど。テレビは設置されてますよね。テレビ設置したら何かあんの？はい。テレビが設置されておりましたら受信料が必要でございます。ちょっと待ってね。はい。焦ります。はい、どんどん言ってください。何ですよそれは。なんだよ、あなた勝手に映さないでくださいよ。お前は勝手に来たんだろ。あんた何ちゅうことやってるの。それ映っていいよ。あんた正直の侵害だ。あんただから来んなよ。訴えだよ。あんたそんなことやってるんだったら馬鹿なこと言うんじゃないよ。訴えろよ。あれあれ、お怖いな。あんた勝手なことやるんじゃないよ。怖いな。なんだよ。うん、あんたどんな形に考えてるんだ。バカみたいなことを。何がバカなんだよ。勝手にこうやって人を映していいと思ってるんか。バカ勝手に来んなよ。頼んでもねえのによ。バカったらかのこと言うんじゃないよ。バカだろ。頭が悪いな。頭がそんなこと言ってんぞ。頭が悪いって。頭が暴力振るってるよこの人。暴力じゃない、勝手に映すなって。バカったれ。こっちが振るったんだろ。バカったれ映すんじゃねえよ、ね、ちゃんと手続きをね、日本の国民だときちっと暴力じゃなくて法律守んなさい。あなたが暴力振るったんだ。法律守んなさい。俺は暴力振りてないよ。こうやって映すなって言ってるから勝手に盗んじゃないよ。帰れって。勝手に盗んじゃない、このバカったれ。帰れ。消しとけ、ちゃんと。帰れ。帰りじゃないよ、これ。帰れ。そんな中身取ってやるよ。何言ってんだよ。じゃあ来いよ、お前警察まで行こう。なんでお前が悪いんだろ。警察まで行こう、警察まで。不法侵入して、何言ってんだ。警察行こう。お前が呼べよ。呼んでるよ、バカの。どっちが悪いんだよ。警察行こう、警察。そう、消して。消せ消せかこれの。分かった、お前何名前言っときゃ、お前消毒の侵害で名誉するので訴えてやるから、この野郎。何でもすれば。うん、ふざけんじゃねえよ、ほんとなあ。俺会社辞めたらな、会社の人間だからこうやっておとなしいんだよ。おとなしくないじゃん、人おとなしいんだよ。掴んでさ、えほら帰れよ、早く。なにこれバカタリさんとか言うんだよ、チンピラが。どっちがチンピラなんだよ。当たり前よ、これは。やっていいことでやって悪いことがあるんだよ。